小富木墓地の殺人第1回1皆さんこれから申し上げる探偵団は少年科学探偵塚原俊夫君が自分でも一番骨を折った事件の一つだと申しているほど面倒な殺人事件であります。 そもそも犯罪探偵の際一番難しいのは殺された人の身元のわからぬ時です明らかに他人の手によって死に至らしめられた死体でもその死体が何の誰だということがわからなくては犯人捜索の手のつけようがありませんですからこれまで被害者の身元不明の事件が未解決のままに終わった例は甚ははだ多いのであります 身元がわからねばその人がどういう生活をしてどんな人と交際していたかを知ることができませんたとえ有力な容疑者を捉えてもその本人が白状しない限り身元のわからぬ者を殺したことによって刑罰に処することはできにくいのですですから殺人死体を取り扱う際には探偵たる者はまず第一に。 その人が誰であるかを定めます。そうしてそれが決まってから犯人の目星をつけにかかるのですがさて時として犯人の身元が容易に分からぬ場合があるのですそういう際に探偵は人知れぬ苦心をしなければなりませんこれからお話しする事件においても殺された人の身元が知れにくかったため敏夫君が 非常に苦心をしたのです皆さんもご承知の通り敏夫君はしばしば実験室の中で事件を解決しますが死人の身元を調べるためには時として方々へ出かけて行っていろいろな人に尋ねなければなりませんこの事件でもそれがかなりに敏夫君の体に応えさればこそいつもこの事件の話が出るごとに 骨が折れたという観測を漏らすのであります2皆さんは多分上野公園の高台から浅草方面一帯をご覧なさったことがございましょう観音堂すなわち金龍山浅草寺からだんだん目を左の方へ移していきますと 崇拝の月をとするところに3つのあまり大きくない寺院が並んで建っておりますこれは旧幕時代に将軍様のお声がかりで建てられたという由緒のある寺でありますが明治時代になってからはさほど内輪が豊かでなくなりかなりに荒れてきたのであります宗派は浄土宗でありますが住職は三河寺ともたびたび変わります でも檀家の墓を預かっているためにどうにかこうにか持ちこたえてはいけるようです関東の大震災の際もこの三河寺だけは不思議に焼け残り付近の離催民の避難所になりましたその後この付近は復興も父として進まず寺はいよいよ荒れていくばかりですが今は三河寺とも相当な住職と寺男と,とがあって 段下の評判も良いといととうことであります三ヶ寺とも S という町に面しているのでして向かって右から方向寺東仙寺福年寺の順に並んでおります表通りにはそれぞれ三門が立っておりますが本堂の裏には同じく三ヶ寺とも広い墓地がありその墓地は M という細い町に面しておりますが そこには別に門というものがなく牧の木がまばらに植えてあるだけで自由自在に人の出入りができますですから墓参りに来る時には山門から入らないで裏から入る人もあるのです断っておきますがこの三が寺はその本堂の形状といい墓地の状態といい全く同じことなのですが住職たちも寺男たちも 別に親しく交際しているわけではありません。申し遅れましたが、三ヶ寺の相互の境には、ちょっとした土塀が築かれております。もっともその土塀は、ところどころ崩れてはおりますけれど。いや、いつの間にか三ヶ寺の説明が長くなってしまいました。けれども、この三ヶ寺の状態をはっきり分かってくださらないと、 これから申し上げる事件の点末も分かりにくくなるのであります。実に利尾君は、この三ヶ時の類似の点に目をつけて、この事件の解決の糸口を得たと言っても、良いのであります。三、五月半ばの、よく晴れ渡った朝のことです。 三河寺の中央に位する当山寺の寺男で達平と名付ける60ばかりのじいさんが裏庭に落ちこぼれたツツジの赤い花を吐き寄せながらだんだん墓地の方へ箒を動かして進んでいきますと突然軽い驚きの声を上げてその場に突っ立ちましたある石塔の前にうつ伏しになって 一人の男が地面に横たわっていたからでありますはじめじいさんはその男が眠っているのではないかと思いましたというのは夏になるとよく宿なしの不老人たちがこの墓地で夜を明かすからでありますけれども近づくなりじいさんの想像は恐ろしく外れました言うも無残ながらその男の後頭部は ザクロのように割られていたのでありますじいさんはいきなりほうきを捨てて転ぶように走って住職に知らせました50前後の頭をすりたての住職は顔色を変えて走りだしてきましたそれからじいさんが交番へ届ける交番から警視庁へ通知されるちょうど皆さんご承知の 織田刑事の受け持ちとなったので織田さんは直ちに敏夫君に相談に来られました近頃では織田さんは自分の受け持ちの事件はことごとく敏夫君に委任されることになりましたその方が織田さんにとって好都合だったからであります私たちは時を移さず現状へ急行しました死体はそのままになっておりましたから 年くんは非常に喜んで捜索に取り掛かりましたこれまで多くの場合しおくんが出かけるときには大方現状が踏み荒らされたあとですからせっかくの手がかりもめちゃくちゃにされているのですがこの事件では全くフレッシュな現場を提供されたのでいつものような不平は言えません不平が言えなかった代わりにしおくんは一目で 何事件にぶつかったなと思ったそうですもとよりこれは敏夫君が後に話したことですがその理由は何かというにその無残な死に方をしている男はメリアスのシャツとズボンしただけを身につけているだけで帽子も下駄もなければ旅も履いておらなかったからでありますまるで他の場所から 死体だけ運び込まれたかのように思われましたけれど後頭部の傷から血が流れて血に染み込みしかもその他には血がこぼれていないのでどうしても犯人はその場でその男を殺して着物や下駄や帽子を運び去ったとしか考えられないのであります何のために犯人はそのようなことをしたかあるいは強盗の仕業ではあるまいかとも思われますけれど 強盗ならば帽子や下駄まで持ち去る理由がありませんこれは結局犯人が死体の身元をわからぬようにするためにやったことであるに違いないと敏夫君は一目見た瞬間に推定を下したのです「P のおじさん!」と敏夫君は死体を見下ろしたまま織田刑事に向かって言いました この事件はすどうしてわかるね。と小田さんは驚いて尋ねました犯人は死体の身元をくらませるために死体をいわば裸にしていったのですたとえ身元をくらませようとしても東京の人ならまもなく身元がわかるから犯人は危険を冒して裸にしていく道理がありません こうして裸同様にしておけば到底身元がわかるまいと思ってやったことに違いありません言いながら敏夫君は後頭部の傷口を改め辺りを見回しました多分こん棒か木の太い枝で一撃を下したものと思われますがその凶器も犯人は持ち去ってしまいましたそれから私に向かい兄さん ちょっと手を貸しておくれ死体を仰向けにしたいから誠にありがたくない役ですけれど私は手伝って死体を仰向けきにいたしました顔には泥がついていましたが年齢は50前後でありましょうか色が浅黒く五分刈り頭でかなりに良い体格をしておりました敏夫君は顔の土を丁寧に払って 住職と達平ジートに向かって尋ねました「この顔に見覚えはありませんか?」2人ともじっと見つめておりましたがやがて頭を横に振りました「ゆうべ何かここで人声をお聞きになりませんでしたか?」やはり2人とも否定しましたどうもはっきりは分からぬけれど筋肉の怖さから判断して殺害は 昨夜の12時頃に行われたに違いない誰に言うともなくこう言って敏夫君は死体のシャツのポケットを探りました元より何もありませんでしたがしかし敏夫君の指先にはポケットの中のゴミがつかまれておりました私は早速探偵カバンの中から時計皿を取り出してそれにゴミを受け取りました それからおく君は耳かきを持って死体の耳の垢を取りました次いで手の爪の垢、足の爪の垢を注意して集めました住職はおく君のすることを好奇の目を持って眺めていましたが爪や耳の垢を取ってどうするのですかと尋ねました爪や耳のは、 その人ののとを知るるがかりとなるのです。例えばあなたの爪の墓にはきっと線香か真っ黄の粉が入っておりますですから爪の墓の中に真っ黄の粉を見つければその人は坊さんであることがわかります住職は驚いた顔をして我が指の先を眺めました敏夫君はそれから 死体の周囲の地面を注意して検査しましたここ1週間ほど雨が降らぬので地面は至ってかく足跡のようなものは発見することができませんでした P のおじさんこれでもう検査は一通り済みましたこれからこの死体を警視庁に運んですぐ顔の写真を撮ってもらってくださいそれから死体を解剖して 胃腸の内容をよくく調べてもらってください。同時にその内容の消化の程度を十分検査してもらってください僕はこれから実験室に帰ってゴミと赤の検査をします第2回1塚原敏夫君は実験室に帰るなり 死人から取ってきたシャツののポケットのゴミと耳垢と爪の垢との顕微鏡的検査に取り掛かりましたそもそもこのゴミや垢の顕微鏡的検査は最近の科学的探偵法のうちで最も寛容な位置を占めているのでありましてある場合には指紋などよりも重要な役目を務めることがありますこの方面の対価としては現に フランスのリヨン警察の鑑識課の主任を務めているロカール氏が最も有名でありまして市によって幾多の難事件が極めて容易に解決されましたがそれらの例は市の最近の著書に詳しく書かれておりましてもとよりすでに敏夫君の愛読書の一つとなっております試みに今その12の例を挙げるならばある森の中で 一人の若い女が考察されておりました。まもなく犯人嫌疑者として一人の青年が逮捕されましたがいろいろの状況証拠があったにかかわらず青年はどうしても自白しませんでしたそこで警察では直接証拠を得られないものかとロカール氏に依頼しましたするとロカール氏はまず女の死体をよく検査してみましたところ女の首筋に 犯人が首を絞めるときにつけたと思われる爪でひっかいた跡がありましたそこで今度は青年の爪の赤を取って調べましたところ顕微鏡下に現れたものは人間の皮膚の上皮層とある特殊のおしろいの子でありましたそのおしろいは通常のおしろいと違って殺された女ばかりが特に愛用している珍しいおしろいでありましたから 証拠はもはももや確実ななのとなりましたこの証拠を突きつけるとさすがの青年もついに包み切れずして自白したのでありますまたある時紙幣頑造団が検挙されましたしかしながらそのうち誰が張本人でどこで紙幣を頑造しているのかわかりませんでしたもとより 彼らの誰もそれを白状するものなく警察でも困ってしまってロカール氏に鑑定を依頼したのでありますするとロカール氏は嫌疑者たちの耳の赤を取っていちいち調べてみましたその結果一人の男の耳垢の中から印刷印記のしぶきを発見したのでありますその男というのは 宿屋の主人でありまして警察もまさかと思って家宅捜索をしなかったのでありますがこのロカール氏の発見によって直ちに踏み込んで調べてみると果たして地下室に印刷機が発見されたのでありますこういうように爪の赤や耳の赤の検査は時として確定的に証拠を与えるものでありますまた前回にも述べましたように 爪のののからその人の職業を知ることもできます。またその人がどこに住まっていたかをも知ることができますしかしながら犯罪探偵の際にはどの事件もこれらの例のように都合よく運ぶとは限りません敏夫君は随分意気込んで顕微鏡的検査に取りかかりましたが およそ3時間ばかり過ぎた後出てきた時の顔には確かに失望の色が現れておりましたどうだ何か有力な手がかりが得られたかねと私が聞くとダメダメ何の変わった所見もないただ右の親指に胡椒の粉が少しついていたくらいのものだ胡椒 と私は言って考えました。考えるまでもないよ大方西洋料理でも食べたんだろうと敏夫君はことも投げに言いました耳の輪かには何か珍しいものでもなかったかねいや何もないシャツのポケットのゴミの中にもこれというものが発見されない僕は墓地で死体を見た瞬間 この上は解剖の結果を待って何か手がかりを得るよりほかにしかたがないその時入り口のベルが鳴ったので私が開けに行きますとそこにはほかならぬ小田刑事が立っておられました小田さんが中に入るなり敏夫君は解剖の結果を尋ねました あれからすぐ死体を警視庁に運んで解剖してもらうと死ぬ2時間ほど前に死人は養殖を食べたことが分かった私たちは思わず顔を見合わせました小田さんは私たちに頓着なく言葉を続けましたそれはビーフカツの消化の程度で分かったのだ殺されたのが夕べの12時だとすれば ビーフカツを食ったのは多分10時前後だと思われるそれではすぐあの近所の西洋料理屋を探させてくださいましたか織田さんはうなずいてああすぐさま部下に命じて手分けをして死人の写真を持たせて浅草付近ばかりでなくできるだけ方々の西洋料理店を探させてある 発見次第こちらへ電話で知らせることになっているのだ時に「君は何か変わったことを発見したかね?」今も兄さんと話していたことですがさっぱり手がかりがないのです右の親指の爪の赤から胡椒の粉が発見されたんですけどこれは今あなたのお話になった解剖の結果を裏書きしたにすぎませんとにかく この事件の犯人はよほど運がいいやつかさもなければよほど狡猾なやつに違いありませんしかし死人が西洋料理を食べたということはこの際よほど有力な手がかりです多分どこで食べたかということがそのうちにわかるでしょうそうすれば誰と一緒に食べに来たかということも分かり自然犯人の手がかりも得られることになります この時電話のベルが鳴ったので私が電話口へ出てみますと先方は男の声で「小田刑事に出てもらってくれ」ということでしたさてはと思って小田さんに目くばせするとやがて小田さんは受話器を受け取って何やら興奮したらしい口調で話しておられましたが電話を切るなり敏夫君分かったよ。 死人がが夕べ立ち寄った西洋が理屋が分かったよ。これからすぐに行がうと思うが君も一緒に来てくれないか。私数分の後、私たちが人は自動車に乗って目的地に向かって走っておりました。織田が私の私が私を私が 死人が立ち寄った西洋料理屋は浅草区 Y 町で死体の発見された場所すなわち S 町の三ヶ事から約10町ばかり隔たった町であります約30分の後自動車がついてみるとその町は比較的繁華な町であって死人が立ち寄ったという H 県という西洋料理屋は2階建ての白い洋風の建物で 小さっぱりと私たちは刑事に出迎えられて中へ入りましたが幸いに時間が時間ですから客がいないのでゆっくり話すことができました捜索に来た刑事の話によると都合よく求事女が死人の顔を覚えていて意外に早く分かったというのでありました小田さんはその刑事の労をねぎらい 死人に救助したという女を呼んでもらいましたすると間もなく奥から178の色の白い丸顔の女がおずおずみんなの前へ出てきました彼女の語るところによるとゆうべ死人はもう一人の男と一緒に9時半ごろに入ってきてビーフカツを命じお酒を飲んでおよそ11時半ごろまで何かしきりに話をしていたということでした 死人の服装はよくは覚えていないけれどセルの着物にセルの羽織を着ていたが相手の男はやはりセルの着物に黒のヒトエ羽織を着て2人ともネズミ色のソフト帽をかぶっていたとのことでしたその相手の男の頭はどんな借り方でしたと敏夫君が尋ねました丸刈りでございました。 あなたはその人の顔をよく覚えていますが、つまりその人がもし二度目にここへ来られたら、すぐ思い出すことができますかはあ、それは覚えているつもりでございます。あなたたちはよく一目で人の職業を言い当てなさるようだが、その人は何をしている人間だと思いましたかねそうでございますね。色が白くて、 手が大変きれいでしたからちょいと見るとお医者様ではないかと思いましたそうそれで二人はどんな話をしていたか聞きませんでしたかそれはちっとも存じませんちょうどその頃はお客様が立て込んで見えましたので一つところに給仕しているわけにはいかずそれになんだかボソボソ話をしていらっしゃいましたそれで お感情はどちらの人がしましまたね。さあそれがよくわからないのでございます勘定書を置いて行きますとしばらくして盆の上にお金が置いてありましたところが二人がお立ちになった後で食卓の上を掃除していますと一枚の名刺が見つかりましたわざとおきになったのかあるいは 財布の中からでも偶然落ちましたのか、うつむきになっていたので落ちても気がつかなかったのか、とにかく私の気がつきました自分にはもうお帰りになった時で、どうにも致し方がございませんでした。としおくんは急に顔色を輝かし、その名刺はまだ持っていますかはあ。と言って、 女は奥へ入ってゆきましたがやがて名刺を持って出てきました敏夫君が震える手を持って受け取った名刺は「歯科大村亭三東京市日本橋区柿柄町三丁目」「右のごときものでありました」「敏夫君はしばらくじっと見つめていましたが」 やがて織田刑事に向かってとにもかくにも大村歯科医を訪ねてみようではありませんかそれから私たちは H 県を発見した刑事とともに西洋料理屋を辞して自動車に乗りました柿原町3丁目へ来てみると驚いたことに大村という司会はありませんでした私たちは、 まるで狐に化かされたような気がして探し回りましたが2丁目と1丁目の間に交番がありましたのでそこへ行ってみると巡査は幸いに10年この方その地方を受け持っているのでした私たちが簡単に要件を話して大村歯科医のことを尋ねその名刺を見せると巡査は大いに驚いてこれは不思議です大村さんは。 震災当時焼死してしまわれましたと声を震わせながら叫びました第3回1「死んだ人の名刺」しかも震災当時すなわち4年余り前に孤人となった大村歯科医の名刺を殺された男かあるいは 彼と一緒に食事をした男かが持っていたということは何を意味するであろうかとしおくんをはじめ織田刑事も同行の刑事も一同あっけに取られてしばらくは顔を見合わせているだけでありました「大村歯科医が震災で焼失されたことは確かなのですか?」としばらくの後としおくんは交番の巡査に向かって尋ねました さあ、そう言われるとはっきりしたことは答えられないのです大正12年9月1日のあの恐ろしい日に大村さんは用事があって多業していられたのだそうですがそのまま永久に帰って来られなかったので家族の人たちは焼死されたものと信じてとうとう諦めてその後郷里の方へ帰ってしまわれたのです それじゃあ別に死体が発見されたわけでないから疑ってみれば大村さんはまだ生きていられるかもしれませんねそれであなたはそのご家族の今おいでになるという距離がどこであるかご承知ですか名古屋です名古屋と敏く君は考えて名古屋のどこだかわかっていませんかそらでは覚えていませんが 調べればわかりますこう言って巡査は机の引き出しを開けて調べていたがやがて紙切れに書き写して敏夫君に渡しました敏夫君はそれをポケットに収めながら小田刑事の方を向いて「おじさん今のところではこの名刺が唯一の手がかりですがこれ以上捜索の方を進めるにはどうしても名古屋へ行って」 大村さんの遺族に会って事情を聞き出すより他はありません。この名刺が偶然西洋料理店にあるはずはないと見ねばなりませんからやはり女給の言ったように殺された男かまたそれと一緒に食事をした男かのどちらかが落としたものと考えねばなりませんご覧の通りこの名刺は出来たてのものとは違って長い間 紙入れか何かの中に入れられていたような状態を呈していますから多分大村氏自身が作られた名刺だと考えるのが死闘だと思いますしてみると食事をした2人のうちどちらかが大村氏と何かの関係を持っているはずです事とによったら大村氏の遺族が2人のうち1人を知っているかもしれませんですからこの際都にも各にも名古屋まで行って 大村市の遺族の人に会ってくる必要があると思います幸いに住所が分かっていますからこれから僕は名古屋まで行ってこようと思いますそれはご苦労だねそれじゃあ名古屋行きを敏夫君にお願いすることとしようしかしその間こちらで何か捜索をしておくべきことはないかねそうですねと 君はしばらくうつむいて考えていましたがそれじゃあ死体の発見された当選寺の住職と寺男の身分を調べておいてくださいそれからついでに当選寺の両脇にある苦寺の住職と寺男の身分も念のために調べさせておいてくださいませんかかくて私たちは一行と別れて旅支度をすべく 実験室に帰りました2汽車の時間の都合で私たちはその夜11時東京駅発の列車に乗りました名古屋市東区千種町高見三番地大村新湖これが私たちの訪問する先なのです 名古屋へ着いたのは午前8時少し前でうららかな5月の日がカンカンと照っておりましたまず校内の帝食堂で朝食を済ましそれから自動車を雇って広小路通りをまっすぐ東へ走りました広小路は名古屋を東西に貫く最も繁華な町でありましていわゆる大化功労が軒を並べ しかもどことなくゆったりした気分に包まれているのは名古屋そのものを象徴しているというべきでしょう敏夫君はもの珍しげに両側を眺めながらいろいろの印象的批評を下して私に話しかけるのでありましたやがて自動車は町を突き切って郊外らしいところへ出ました私は十年ほど前に同じ道を通って 王山日仙寺を訪ねたことがが、ありますがその頃は道の両側は一面の青田でして諸々の農園めいたものがありましたが今は立派な市街地となって両側に断続的ではあるが町屋が立ち並びました都市の発展の速度は実に驚くべきものであります私はひかに感慨にふけりながら生涯の景色に目を移していましたが やがて自動車は目的の場所に着きました大通りから北に山頂ほど入ったこじんまりとした平屋建てに女文字で「大村宮」と書いた小さな表札がかけられてありました格子戸の前に立つと奥でオルガンの音と子どもの歌う声がしていましたが私たちが格子戸を開けるなり楽器の音はやんで やがて障子を分けて出迎えたのは3 2んの背の高い痩せ型の婦人であって一目でそれがこの家の女主人すなわち大村夫人であると分かりました大村夫人は見も知らぬ私たちの顔を見てけげんそうな様子をしておりましたが敏夫君が様向きを簡単に述べると「どうぞこちらへ」と言って奥の一間に案内してくれました 座が決まるなり、すぐさま敏夫君はよむきに移りましたポケットから例の名刺を取り出して「これに見覚えがございましょうか?」と言いながら相手の顔をじっと見つめました3大村夫人は名刺を取り上げて眺めましたが やがてその手はかすかに震え出しましたまあどうしてこれをお持ちでございますかするとこの名刺はご主人のに間違いございませんか確かにタクが作らせたものでございますもしやこれと同じ名刺をまだお持ちではありませんかはあ確かまだ12枚は残っていたと思います。 こう言って夫人は立ち上がって次の間に退いたがしばらくしてから一枚の名刺を持って入ってきた敏夫君は比べてみるとそれは全く同じものであったご主人は震災の時に悲しいことにおなりになったと聞きましたが当日はやはり一緒に宅においでになりましたかいいえ と夫人は強く言って急に悲しそうな表情になりちょうどあの日はお友達が見えまして朝から多行いたしたのでございますそれきり帰ってまいりませんでしたから震災のために亡くなったものとして私たちはこちらへ帰ってまいったのでございます家族はみんな無事に避難いたしましたのでもし一緒にいたら無事だったろうにと 残念でなりません」という声は潤んでおりましたそのご一緒に外出なさった友人とおっしゃるのはどうなさいましたでしょうかその方も行方不明なのでございますもっともそのお方にはご家族もなく独身でございまして私どもへたびたびおいでにはなりましたがどこのお生まれだかよく存じませんでしたから お尋ねする手がかりもなく、あの日その方とタクトが一緒にいて何に会いました。ものか、それとも別れ別れになっておりましたのか、それさえはっきりわからないのでございます。それではその方は何という名前でございますか？稲村克行とおっしゃいました。何をしていたんですか？ 株式月報という雑誌の記者をしていられました。それでは、9月1日には、どういう用事でご主人とその稲村さんとがお出かけになったのですかさあ、それがよくわからないのでございます。主人は、平素自分の用事のことはあまり私に話しませんでした。あの朝、稲村さんがお尋ねになると、 診察所を捨てておいて出かけてしまいました本職の方は流行っていませんでしたがそれでも診察を捨てて出かけるには相当に重大な用事であったかと思いますそれではその稲村さんとおっしゃるのはどんな要望でいくつくらいの人でございましたか歳はくと同じくらい、 と顔は丸顔でいつも頭は丸刈りにしていられましたがこの時おく君は何か思い当たったらしくポケットから死人の写真を取り出しましたそうして好奇心に満ちた目を持って婦人の前に差し出しながら「もしや このと尋ねました大村夫人はおく君の意味ありげな様子を感づいたと見え恐ろしいものにでも触れる時のような手つきで写真を取り上げて見つめましたがやがて「あっ!」という軽い叫び声を漏らしみるみる驚きの表情が顔面にみなぎりました ご存知ですかと敏夫君は畳みかけるように尋ねました夫人は大きく息をして「この方ですこの方が今申し上げた稲村さんです」「第4回1大村夫人が死人の写真を見て」 それが主人の父なる稲村克行であると叫んだ時敏夫君は飛び上がるほど喜びましたそれもそのはずです犯罪探偵の際死人の身元が分かればいわば半分は捜索の歩みが進んだと言ってもよいからであります科学は時として直ちに犯人の身元を突き止めることがありますけれど時にはこの事件のように 顕微鏡やその他の科学的道具の少しも役に立たぬ場合が少なくありませんそうした時探偵に従事する者はただ肉体を働かせて手がかりから手がかりへ移りながら法を進めていくよりほかはありません科学探偵においてはつまりその法の進め方が科学的であればよいのですさて 死人の身元を知ることのできた敏夫君は次にいかなる捜索の段階を踏んだでしょうか大村夫人の叫びを聞いて思わず腰を浮かせてからしばらくの間敏夫君が興奮のために言葉を発しないでいると大村夫人は読者諸君の想像されるごとく死人稲村の写真がいかなる状態のものに撮影されたかを尋ねかけました で、稲村君は稲村の死体が当選時の墓地に発見されて探偵の結果名古屋へ訪ねに来なくてはならなくなった経過を簡単に物語って聞かせました稲村さんがこのとおり今まで生きていられたとしますとお宅のご主人もことによったらまだ生きておいでになるかもしれませんねと敏夫君は言いながらじっと夫人の顔を見つめました いいえ、と、夫人は原価にきっぱり否定しました。主人は、生きていたら必ず戻ってくるはずでございます。大変な子煩悩でしたから、どうしてどうして子供を捨てておくはずはありません。それに、家族を顧みないで生きているべき理由は少しもありません。年君は、 軽くうなずきながら考えていましたが「もしや主人様の写真をお持ちではありませんでしょうか」「主人は写真を撮ることがあまり好きではありませんでしたから一人で撮ったのは一枚もございませんがちょうど震災前に家族一同で撮ったのがございます」こう言って夫人は立ち上がって奥の前へ行き やがて一葉の写真を手にして戻ってきました敏夫君は受け取ってじっと見つめましたそこには中央にご主人夫婦その前に2人のお子さんが座っていましたその大村氏夫妻の両脇に女中らしい女と年頃356の口ひげを生やして 頭髪を長く伸ばした男の人が立っていましたおく君はその人を指さしながら尋ねました「それはご親戚の方でございますか?」その瞬間夫人の顔に一種の不快らしい表情があらわれました「いいえ」と夫人は口ごもるようにして答えました この人はいわば大臣のようにしてうちでお世話を申し上げた人でございましたが少し不都合なことがありましたのでちょうど震災の半月ほど前に出ていただいたのでございます何という人でした石川五郎とおっしゃいましたどこの人でございますかさあそれがおかしいのでございます。 ある人の紹介でふとしたことから雇い入れることになりましたが自分の生まれ故郷などをはっきりおっしゃらないのでございます。別に強いてお尋ねする必要もありませんし初めは忠実に働いてくださいましたから喜んでおりましたがだんだん夜分の外出が多くなり果ては主人の留守に私にいろいろうるさいことをおっしゃるようになりましたので。 とうとうとと出ていいいたただのでございます。ところがなんだかそれを大変恨みに思っておいでになるように人づてに聞きました震災でそのお方も行方不明になってしまわれたのでございますどうもいろいろありがとうございました朝早くからお伺いしてご面倒をおをかけ誠に失礼でございました私たちは、 稲村さんを殺した犯人を探しているのでございますからもしこの写真を拝借させていただくことができれば大変好都合でございますもちろん大切に取り扱いますし複写ができ次第お返しいたしますから是非お聞き届けを願いたいと思いますよろしゅうございますこう言って大村夫人は機嫌よく 君の申し出を聞いてくれました2私たちは午後の特急で東京へ帰ることにしました汽車の中で敏夫君は死人の写真や大村氏一家の写真を取り出してしきりに研究しておりました年くんは 写真を見るときはいつも片目をつぶります皆さんは多分実体鏡というものをご承知でありましょうほんの少し違った位置で撮った2枚の写真を並べて両目で見るときは写真の中の物体の前後が明瞭に現れてきます1枚の写真だけでは物体の前後がは,はっきりいたしませんところが 片目をとじて写真を見つめますと一枚の写真でも実体鏡のようにはっきり前後がついて見えるのであります鼻の高さとか顔の凸凹はかためをつぶってみれば明らかにわかるのでありますさっきから敏夫君はしきりにかためで大村氏一家の写真を見ていましたが「兄さん 不意に私にたしびかけましたこの石川五郎という男の顔をご覧なさいこれは通俗な言葉で言うと決して油断のならぬ顔だよイタリーの有名な犯罪学者ロンブロ像の著書の中に定型的な犯罪者の顔としてこのとおりの顔が載っているよ額の狭いところといい髪の毛やひげが非常に濃いのといい 大骨の出っ張っているところといい顎が大きいところといい立派に犯罪者たるの資格を備えているよ。ことに目を見たまえフランスのヴィドックという探偵は目だけ見れば犯罪者か否かかが分かるとさえ言っているが目がくぼんでいて割に大きくしかもなんとなく光が鈍く潤んで見えるのは殺人者タイプに属するもので。 どうやらこの男もそのタイプに属するらしいそれに色が至って白くもっとも色は写真ではよく分からぬけれど手などの具合が女のようにか弱く見えるのはいよいよ犯罪者としての条件を具備するわけだそれでは君はこの男が今度の事件に関係していると思うのかいやまだ僕は何とも思っていないよ ただこういう犯罪者として定型的な顔をした男がここに偶然に撮影されているから珍しく思っただけだよけれど兄さん今回の事件を調べるにはやはりこの男についても調べてみる必要があると思うことに震災少し前に不都合なことがあって解雇されたというしどこの生まれだか曖昧にしていたというし 解雇されてから大村氏を恨んでいたというし震災後行方不明であるというような点からいよいよ取り調べる価値があると思う君は大村さんが震災で死んだと思うかあるいはまだ生きていると思うかはじめ僕は殺された男が稲村だと聞いた時事によったら稲村と一緒に出かけた大村さんも 稲村と同じように生きておりはしないかと思って大村夫人に大村氏の写真を見せてくれと言ったわけだがこの写真を見るに及んで僕は少なくとも大村さんは生きてはおらぬと思ったよこの石川五郎という男が定型的な犯罪者タイプを備えているに反して大村さんは骨相学上から言えばどうしても善人としか考えられない顔をしているよ もっともこれまで悪人の顔に関する研究はかなり精密に行われたが善人の顔については積極的な研究というものがあまり行われていないだから我々は善人か否かを判断するには悪人でないか否かで行っているにすぎないつまり大村さんの顔も悪人でないというにすぎないが 夫人の言われた通り大の子煩悩であるとすれば生きていられる限りは姿を見せられないはずはないよとにかく我々は死んだ男の身元が分かった以上今度は死んだ男と一緒に例の西洋料理店 H 県で養殖を食べた男を探し出さねばならない3 実験室に帰るなり敏夫君はすぐさま大村夫人から借りてきた写真の副写に取り掛かりました帰宅したのは10時過ぎにして記者の旅行はかなりに疲れるものでありますから私は今晩はすぐに寝て休養したらよいだろうと勧めましたけれども敏夫君は決して聞きませんかれこれ3時近くまで働いていたと思いますが私は先へ失敬してしまったから 君の芯についた時間を知りませんでした明くる朝目覚めてみると敏夫君もほとんど同時に目を覚まして至って元気な様子をしておりました兄さん顔を笑う前にゆうべ僕の複写した写真を見せてあげようこう言って私を促しながら実験室に入り6枚の手札型の写真を示しました 3人の男がそれぞれ正面と横顔とに取れておりました1人は大村氏1人は石川氏でありますが他の1人は誰だかわかりません頭は丸刈りで頬骨が出っ張ってひげも何もない人相の悪い男です「これは誰だい?」と私はその見知らぬ男を指さして言いました 年君は笑って「分からんかねそれは石川氏だよひげを取って頭を丸刈りにしてみただけさ」いつもながら敏夫君の技巧には感心するのですがひげを取って頭を丸刈りにすることによって甲虎人相が変わるものかと不思議に思いました「見たまえ」と敏夫君が言いました 写真の正面図から横顔を描くのはかなりに骨が折れるけれどこれは練習すれば比較的容易にできることだよやはり固めの観察でやるんだが筆で描いてあるけれど描いてから写真に撮るとちょっと写真に見まがうようにできるよ人間の顔の特徴というものは正面から見るよりも横から見た方がはっきりわかるよ親子兄弟の中で、 正面から見見ててて似似いいいな顔顔でも、も横顔をるると、そのの輪郭がよく似ているものだよ。この石川氏の写真でもそうだが丸刈りにして髭を取ると正面から見た顔はかなり違っているけれど側面から見るとよほどよく似ているだろうなるほどそう言われればその通りです何のためにわざわざこれを作ったのか それは今に H 県へ行けばわかることだよさあ早く食事を済まして女給の寝込みを襲おうではないか私たちはやがて自動車に乗って H 県へ駆けつけました果たして例の女給は目をこすりながら我々を迎えました敏夫君は彼女を片隅へ呼んでまず大村氏の写真を横顔と正面の顔と 二枚とも差し出しました。この人に見覚えはありませんか？女優は二枚の写真をかわるがわる見つめておりましたが、静かに首を振りました。こんな人一度も見たことがありません。そこで年尾くんはひげの生えている石川氏の写真を出して正面の顔と横顔とを女優の前へ突きつけました。が。 やはり静かに首を振りましたそこで敏夫君は「ではこの人は?」と言ってひげを取り丸刈りにさせた写真を示しましたすると女給の顔にはにわかに緊張の色が現れました彼女はその横顔の方を手に取り上げ得意そうに叫びました この方です。殺された方と一緒に食事をなさったのはこの人です第5回知県の女給の言葉によって殺された男と千夜一緒に食事をした男が大村歯科医のうちにいたことのある石川五郎という性質のあまり善良でない男だと分かった時 君がいかに喜んだかは読者諸君にも想像されることと思います名古屋の大村医師の家族を訪ねて殺された男が大村氏の父なる稲村克之と分かった時の喜びよりもはるかに喜びの程度は大きいのでしたそれもそのはずです石川五郎が被害者とその夜11時半頃まで一緒に食事をして それから三十分内外のうちに恐慌が演んぜられたというのですから、石川五郎が稲村を殺した最も有力な権議者でなければならぬからです。この上は、ただ石川五郎の行方さえ確かめればよく、しかも利尾君が修正して作った写真があるのであるから、それを焼き増しさせて刑事を八方に走らせて探せば、 とにもかくにも犯人の手がかりが得られることになるわけです HK を飛び出すなりおく君は私を引っ張るようにしてちょうどその時通りかかったタクシーの空車を拾いまっしぐらに警視庁を指して急がせました常になく敏夫君はそわそわとして初めのうちは私が話しかけても相手にしませんでしたがやがて突然「ああ分かったよ」 と、叫びました。え、何がと、私はいささか面食らって尋ねました。何がって、犯人がよ。だって犯人は、もう石川五郎に決まっているじゃないか。石川五郎って、どこにもいないよ。私は驚いて言いました。それでは、 犯人はその写真の男ではないのか無ろん写真の男さけれどももう石川五郎とは名乗っていないのだだから僕はこの男が今どんな姿をしてどこにいるのか推定したのさ私はムラムラとわき譲る好奇心を押さえつけることができませんでした本当かどこにいるんだ何をしているんだ 考えてごらんよと敏夫君は意地悪くもすぐには聞かせてくれないのです私は自動車に揺られながらこの間から経験した事実をいちいち記憶に浮かべて考え合わせてみましたがもとより犯人がいかなる場所にいかなる姿をしているかはさっぱり分かりませんでした敏夫君と同じものを見同じことを聞きながら 全く雲をつかむごとき混乱に陥るだけでありました僕には到底わからないそんなにじらさないで教えてくれたまえと私は高3の弱音を吐きました敏夫君はにやりと笑いながら話すよだが残念ながらもう警視庁へ着いたこう言って ちょうどその時止まったタクシーのドアを開けてゴムまりのように敏夫君は飛び出しました2小田刑事は例のごとくニコニコして私たちを迎えやがて三人は応接室で対座しましたどうだったね。と小田刑事は 待ちかねたたように聞きましたすると敏夫君は私たちの獲物の多かった今までの経過を話さないでかえって小田さんに向かって死体の発見された当選寺の住職と寺男の身元調査の結果を尋ねました当選寺ばかりでなくその両脇の宝光寺と念福寺もできるだけ詳しく調べてみたよ。 小田さんは語り始めました。もっとも年福寺の住職はここ1週間ばかり熱病で寝ているということで寺男がまたすこぶるぼんやりした老人だから要領を得なかったがあとの2かじの住職と寺男の身元は比較的はっきり分かったよ三かじとも同じような構造で境目は崩れかけた土塀に過ぎないが 不思議にも住職同士も、また寺男たちもあんまり交際はしないで、ただ時々ちらりと顔を見るくらいのもので、よその寺の住職や寺男の身元は誰も知らない有りだった。けれども、本人たちに会って調べたところによると、当選寺の住職も奉公寺の住職も、あるいはその寺男たちも、みんなはっきりした履歴を持っていて、 これといいいう怪しい点はないんだ。それから年福寺の寺男も愚鈍な老人ではあるが身元だけははっきりしているんだこの上はただ年福寺の住職の身元調査が残っているけれども熱が引いたら会うという話で刑事はそのまま帰ってきたんだなおここに詳しい答申書があるからこれを読んでみてくれたまえ。 こう言って、織田刑事がポケットから取り出して差し付けた投信書を、利尾くんは数分の間熱心に読み、読み終わるなりじっと考えていましたが、ありがとうございました。これで僕の推定が一層確かになりました。もう犯人は袋のネズミも同様です。織田刑事は驚いて、利尾君の顔を見ました。えっ それでは被害者の身元が分かったのかね被害者の身元ばかりでなく殺害の行われた夜愛知県で被害者と一緒に食事をした男も分かりましたこれがその男の写真ですこう言って敏夫君は石川五郎の写真を織田刑事の前に並べましたはは。じめ織田刑事は 狐にたぶらかされたような顔をしてしばらくの間敏夫君をじっと眺めていましたが君、本当か。素晴らししい功績を立ててたたものののだだ。ね。どうして一体この写真が手に入ったのだそこで敏夫君は名古屋の大村未亡人に会って被害者の稲村克之という雑誌記者でその当時大村氏としきりに交際して震災当日には 二人でどこかへ出かけたまま帰ってこなかったことそれから大村方では震災少し以前に石川五郎という大臣を解雇したことその石川五郎の写真を見せられてその顔が犯罪者タイプをしているので特に修正の写真を作ってもしやこの事件に関係はないかと思って H 県の女給に見せると果たしてそれが。 被害者と一緒に食事をとった男であると分かったこと。などなどをとしおくんは順序よく話しました。その間、織田さんは驚嘆の表情を浮かべて聞いておりましたが。それで君はやはり犯人はこの石川五郎だと思うのだね。としおくんが返事する前に私が口を出しました。そればかりかとしおくんは？ 今この男がどこにいるかということまで知っているのですさっきここへ来る自動車の中で僕は考えさせられたのですがさっぱり見当がつきませんふーんと小田刑事も腕を組んで考え始めました今まで敏夫君が話した材料だけでは僕にも少しも判断がつかない。 それとも、としおくんは何か別の証拠でも発見したのかねいいえ。としおくんはきっぱり否定しました。推定したんです。今までの材料から推定しただけです。はって。と、小田さんは首をかしげました。なおさら難しいことだね。 僕にはとても今までの材料で推定を行うことはできないぜひここで聞かせてくれたまえおく君はしばらくの間思い迷っているようでしたがそうですねしかし皆話してしまっては興味がないからこういう事件について行うべき推定の原理だけを話しましょう原理とは外然の法則です あまりにとっぴな言葉に小田さんも私もしばらく意味を補足するに苦しみました。とこの姿を見て取ったおく君は次のように語りました「3」「外禅の法則とは例を挙げて言いますなら例えばここにいく人かの人がある」 その人たちの身長を計算してみると中等度の身長を有する人が一番多く極端に長い人および極端に短い人はその数が最も少ないのでありますそれからまた貝殻を幾個か投げてみますとそれが皆仰向く場合と皆ふさる場合は最も少なく約半分腐さる場合あるいは それに近い比例の場合がが最も数が多いのでありますですから生物学上の問題などを判断する場合にもこの法則を頭に置いて研究するとすこぶる便利なのであります犯罪の場合でもやはりこの蓋然の法則に従うのです世の中に行われる犯罪者は皆大抵はその形式を同じようにしているものであります すなわちごくありふれた犯罪が一番多いのです犯罪者の知恵というものは大抵決まっております非常にに優れた犯罪者というものはめったにあるもののはああるじゃありませんだから犯罪探偵の場合にはやはり外然の法則に従って普通犯罪者の考えそうなことを考えそれによって証拠に照らし合わせながら探偵の法を進めてゆけばよいのです 僕自身も平素なるべく奇抜な事件に出会いたいと祈っているのですけれど難事件と称せられるものもただ証拠が順序よく手に入らないだけでそれがためにせっかくの証拠が間違った推定の材料となるに過ぎないのですそして解決されてみれば極めて平凡な犯罪に過ぎませんかえって見たところ平凡な事件だと思われるものが どうしてなかなか困難極まるものであるというのがこれまでの例になっていますさて今度の事件です僕は初めて死体を見た時からこれはよほどの難事件だと思いましたそして死体の着物を奪ってその身元を知れないように工夫した点からかなりに頭の働く人間の仕業であると思いましたそして 被害者と食事をした男が犯罪者タイプの顔をしていることを知ってこの男がその犯人であると考えてもよいと思いましたしてみるとこの事件を解決するにはこの男が出しそうな知恵を考えて解決すればよいと思ったのですこれがつまり蓋然の法則の応用なのですしからばこの男は殺害の際どんなことを考えるであろうか 殺害の動機はおそらく大村氏を中心として考えて稲村が石川を脅迫したのではないかと思われますそうして石川は稲村を殺そうと決心したのですが夜の12時近くに寂しい方面に進んでいくというのは相手に気づかれやすいから殺害が墓地で行われたものとすると稲村は またくしかも11時半から12時までの短い時間に殺されたとすると死体がよそから運ばれたとは考えられませんからどうしてもあの墓地で演ぜられたに違いありませんそうするとあの寂しい墓地の中へ入り込むさえおそらく被害者は何の不自然なく入ったに違いありません しからばそれはどういうことを意味するでありましょうかすなわち稲村自身がそこに住まっているかまたは石川五郎がそこに住まっているのでなくてはなりませんところが教皇の演ぜられた当選寺には住職と寺男以外に誰も住まっていませんそこで僕は考えたのですこうして考えていくにつれて 初めて死体を臨検した時のことを思い出したのです三が時とも同じ形をして同じような境内と同じような墓地の格好をしている点に気づいたのですそうしてそこにこの犯人の知恵が働いていることを察したのですで僕は自動車の中で兄さんに向かって犯人が分かったと叫んだのです そして今、P のおじさんからこの投信書を借りて読んで、いよいよ僕の推定を確かめたのです。ここまで語って、敏夫君はほっと一息つきました。いや、なるほど、そうか。ぐずぐずしてはおれぬ。こう言って、織田刑事が立ち上がりました。皆さん、犯人は誰でしょうか 第6回1お夫君に犯人の推定の経路を聞くなりさすがに織田刑事は察しがついたと見えて「ぐずぐずしてはいられない!」と言いながら立ち上がりましたが私には何が何だかさっぱりわかりませんでした敏夫君の説明した「外然の法則」の意義はどうにかこうにか了解することができましたけれどなおまた その蓋然の法則を応用して現在の事件を解釈しようとする考えにもうなずくことができましたけれどさて犯人がどこにいるのかさっぱり見当がつきませんでした敏夫君の言うところによると犯人は石川五郎であるが今は石川五郎とは名乗っていない殺害の行われた場所が寺院の墓地という寂しい場所であるから 犯人が被害者の稲村をわざわざそこへ連れ出して行っては感づかれるから2人は極めて自然に当選寺の墓地へ入ったに違いないというのですがそうすれば石川五郎か稲村克行かが当選寺に住んでいなくてはならぬはずですけれども当選寺には住職と寺男としかいないので犯人石川が 住職か,寺男かに変装していたとも考えらられませんから私はすっかり判断に迷ったのですもしゆっくり私に考える余裕が与えられたならば私といえども立派に判断がついたに違いありません事件の解決された今から見れば判断のつかなかったのが不思議なくらい簡単なことだったのですけれども皆さんもご承知のコロンブスの卵と同じことで 解決前に考えることは容易なことではありません読者諸君の大多数はおそらく既に敏夫君の説明を聞いて犯人を推定された人もありましょうが中には私同様に今なお判断に迷っておられる人もあることと思います判断のつかぬ人はどうか今しばらく待っていてください私は筆を進めて 織田刑事が立ち上がられてかられれかかかどうされたかを書かねはなりません。織田がが立ち上がるなり扉を押してあたふた出てゆかれましたがおよそ5分ほど過ぎると再び戻って来られました腕利きの警官を4人連れて行くことにしたさあ一緒に出かけようこう言って私たちを促されました私はどこへ行くのか分かりませんでしたが 君はもとより予期していたことですから喜び悼んで小田さんの後からついて行きました私はどこへ行くのかおく君に尋ねようかとも思いましたが「まだ分からぬのか」と言われるのも残念ですから分かったふうをして一緒に出かけました外には自動車が2台用意されてありました 君が小田さんに向かって何事をか囁くと小田さんはうなずいて警官たちを前の自動車に乗らしめ何事か訓令を与えましたすると警官たちの乗った自動車は直ちに走り出しましたそれから私たち3人小田さんと敏夫君と私は後ろの自動車に乗りましたもうその頃には前の自動車は横丁に曲がってしまいました 私は自動車がどこへ行くのか好奇心を持って期待していましたが着いた先はというと当選時の墓地ですしてみればやっぱり犯人は当選時にいるのかなと私は考えました私たちが墓地へ入り込むと寺男の達平いさんが見つけて近寄ってきました続いて し私は寺男か住職かどちらかが石川五郎の写真に似てはいないかと2人の顔を代わる代わるじっと見つめましたが少しもによったところはありませんでした住職はニコニコして小田さんに尋ねました「いかがでございます犯人は分かりましたか?」小田さんは宣告から辺りを見回していて 落ち着かぬ様子をしていました私たちより先に出発した警官たちの自動車を待ってでもいるのか住職に尋ねられても「いやまだ」と浮かぬ返事をしたきりでありましたこの時おく君は住職に向かって言いました「この山火事は全く同じ建物でありながら」 住職同士はあまり交際なさらぬそうですねすると住職は心持ち顔を分からめて言いました仏に仕える身でありますから互いに親しく交際したいと思いますがどうしたわけか先方で交際をお嫌いになりますので強いてご交際を求めるのもどうかと思って遠慮しているのですでは

その墓地を通って町の方へ歩いて行きました。としおくんは達平じいさんに向かって。あれが復念寺の寺男ですか？と小声で尋ねました。そうです。と達平じいさんはきっぱり答えました。としおくんは何を思ったか？ポケットから石川五郎の写真を取り出して、達平じいさんの前に差し出しました。 この写真の顔に見覚えはありませんかじいさんは横顔の写真をしばらくじっと見つめておりましたが急ににっこりしたかと思うと「この人ですよお隣の福年寺の住職は」と叫びました2 私はその瞬間に全ての謎を一時に了解しましたとその時ですバラバラと福年寺の墓地に足音がして先発自動車に乗ってきたはずの4人の警官が息を弾ませながら境の土塀を飛び越えて小田さんのところへかけてきました小田さんは尋ねましたどうした捕らえたか残念です 一人の警官は答えました私たちは感づかれないようにずっと向こうの町で自動車を乗り捨てて表門からひそかに福念寺の境内に忍び込みそれから寝室へ近寄りましたところ意外にも寝床の中には住職はいないで寺男らしいじいさんがしかも首に手ぬぐいを巻かれて絞殺されて横たわっておりました何絞殺されて それから私たちは、クリや本堂の各部屋を探しましたが、どこもかも新刊としてネズミ一匹おりませんでした。犯人は、寺男を考察して逃げたものと見えます。この時、敏夫君は叫びました。それでは、今出ていった寺男が求める犯人です。まだ遠くへは行っておりません。早く自動車に乗って追っかけましょう。 君を先頭とした私たち7人はすし詰めになって自動車に乗り寺男の後を追っかけました寺男ははるか向こうをまっすぐに進んでいきましたがふと後を振り向くなり私たちを認めたと見え突然横丁に曲がりました自動車は全速力を出してその横丁の曲がり角へ来ましたがそれは4尺ほどの小道でもとより自動車は通りえません やむなく一度は飛び降りて寺男の後を追っかけましたがさてどこへ行ったかさっぱり見当がつきません両側には植え込みを持った家が数軒並んでいてもしこの家のどれかに逃げ込んだとするとすこぶる捜索が厄介です小田さんはしきりに気をもみ始めましたやがて私たちが四つ字のところへ来ると右の方から 金縁の色眼鏡をかけて洋服を着た紳士が静かに歩いてきました小田さんは帽子に手をかけて「もしや今この辺で老人にお会いになりませんでしたか?と」と因縁に尋ねました「会いましたよ」紳士は落ち着き払って答えましたその老人ならあの 向こうから2軒目の家へ入っていきました「それ!」と言ってみんなが出かけようとするのをおく君は手を持って制しながら紳士に向かって言いました「石川五郎さん今はもうあなたの運の月きですよ」パッと身をかわして紳士は走りだしました激しい追跡ついで格闘 紳士は数分の後手錠をかけられ神妙に控えながら織田さんに引っ張られて自動車に乗せられ警視庁へ運ばれました3皆さんかくてこの面倒な事件は解決したのであります石川五郎すなわち蓮福寺の住職の白状をしたところによると 彼は大村歯科医の家に厄介になっておりましたが道ならぬことをしようとしたため大村氏の家を追い出されそれを深く恨んでいたのであります稲村克行とは大村氏の家にいる自分から懇疑にしていたのでありますが稲村が腹の黒い人間であることを知って2人で大村氏から大金を詐取しようと計画しましたそこで稲村は、 大村ににあるる土地を修繕することになり、大正12年9月1日の朝陶器を済ますのだと言って大村氏を誘い出しましたもとよりそれはでたらめであって大村氏が持参した大金を奪い取るのが目的でありましたそこで稲村は大村氏と連れ立ってちょっと友達の家に寄ると言ってある家に入りましたがそこにはかねて石川が待っていて たちまちま協力して大村氏を殺し死体をその家に隠して金をふた分けしてそのまま石川と稲村とは別れてしまいましたところがこうか不こうかあの大震災が起こって大村氏の死体が焼けてしまい彼らの罪の跡はなくなってしまいました石川はそれから処方を流浪しましたが悪戦身につかず 間もなく零落して暮らしているうち運よくも蓮福寺の住職に住み込みましたそのまま暮らしていけばよかったのですが天は長く悪人の存在を許しません先日突然稲村克行が寺へ訪ねてきたのであります稲村も処方を流浪して非常に貧乏になっていたのですが どうししして探し出したものか石川のありかを知り会うなりお金を貸してくれと言い出しました元より他人に貸すほどのお金はありませんから円滑に拒絶しようとすると稲村は大村歯科医殺しを種にして合成し始めましたその時石川は稲村を殺そうと決心し2人で西洋料理店 H 県で食事をし 墓地の形が似ているところから隣の当選寺の墓地へ連れ込んで撲殺し衣類や下駄を脱いで何食わぬ顔をして戻ってきましたところがぐどんだと思った寺男にそれを感づかれてしまったものですから毒蔵わば皿のつもりでさらに寺男をも絞殺し寺男に変装して危ういところを逃げ出したのですがおく君のために ついいに逮捕されてしまいましままた寺を出る時でに下には洋服を着ていたのですからあのようにわずかな時間に真摯に変装することができたのでありますいずれにしても今回の事件は敏夫君が今まで取り扱ったうち最も面倒な事件でありました